おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1216です。はい、今回紹介するのはですね、2018年連続企画みたいな感じかな、月末にやっております。今回は SIC ですね。まあ前の2年、まあ2017年、2016年は一応セイントクロスマイス、まあ EX ですね、こちらの方を一応メインとしてやっていきましたけど、一応ね、今回はそちらではなく、今回はね SIC の方をちょっとやっていきたいと思います。で、2018年1月には仮面ライダー電王ですね、そちらのまあ登場すると言いますかね、そちらの本当のベースとなるプラットフォーム、それと一応主要キャラクターのね2人、そちらのセットのやつをちょっと紹介していきました。ということで、一応今回はその引き続きですね、今回からまあやっと始動するという感じになるかな。はい、その第一弾となるのがこちらですね。じゃんと、はい、こちら SIC のこちらウラタロスってやつですね。はい、で一応このウラタロスなんですけど、ウラタロス単体で出たんではなく、一応これとセットで出てるんですよね。まあ一応2体セットが基本で出てたような感じになるんですけど、一応そのセットとしては SIC の仮面ライダー電王クライマックスフォーム&ウラタロスセットって感じかな。それの一応今回はウラタロスの方を紹介すると。で、前回がプラットフォームなんだから、今回は組み替えてのソードフォームだろうって普通思うんですけど、ソードフォームを紹介するのは3月です。なぜかっていうと、わかりますよね。はい、そういうことにしているんで、一応先にねこちらのウラタロスをちょっと紹介するような形にしてしまいました。はい、で一応こちら今ちょっとね変な感じで立ってますけど、こちらだけではなく一応ね付属品がいっぱいあるんで、その辺のパーツ関係を全部ねザザザっとね出して準備していきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。釣り竿が2つ、一応こちらまっすぐですね、まっすぐで先端の部分が一応シルバーのタイプと、こちらちょっと動きっていうかね、こういう風に曲がっていて、先端がちょっとね、プラスチックみたいな感じになってるタイプの釣り竿が2本。こちらが、まあ、釣るやつですね。まあ、こちらで釣って遊ぶっていう、そういうようなもの。まあ、おもちゃですよね。で、コーヒーカップとソーサー、公開の手首パーツと、センスと、まあ、センスというか、扇と言いますか。はい。それと、鏡ですね。手鏡。そして、ウラタロスの武器と、ウラタロス本体という風になっております。で、まあ、手首パーツに関しては、まあ、後でやりますけどね。根元の部分が軸タイプになってるんで、交換は非常に楽な感じだと思います。ただですね、こちら、交換は簡単なんですけど、接続が渋かった時にグッとひねるとね、ここからパキッと割れるっていう、ちょっと怖い部分もあったりするんでね。一応、普通には問題ないと思うんで、もしきついなって感じた場合は、こっち側ね、軸削るか、シリコンスプレーかなんか刺してね、滑りを良くしてあげた方が交換も、まあ、しやすくなると思います。ただあまりつけすぎると今度武器保持できなくてね、こうくる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 回っちゃう可能性があるんで、その辺はちょっとね、まあ臨機応変にという感じでしょうかね。はい。で、それ以外に、まあソーサーとカップとか、あとこの辺がいっぱいありますということで、手前の方にちょっとね、パーツ意識ザッと寄せちゃいまして、よいしょと、ウラタロスとなります。では、この状態で、ぐるり回すと、ぐるり回すと、こういう感じですね。はい。はい、ウラタロスです。で、肩とか、まあ、胸部もそうですね。腕もそうですし、もものパーツ、すねのところがね、膝とか、この辺に非常にクリアパーツが多く使用されているんで、で、ただ単にね、あの、青いパーツの上にクリアパーツを乗っけてるだけではなく、内側にね、シルバー塗ってあるんで、ね、非常にキラキラして綺麗に仕上がってると思います。一応この辺ね、六角形になってるんで、ちゃんと亀の甲羅、ああいうのをちゃんと再現してるという感じですね。ベルトのこの辺とかもちゃんとこだわっておりますね。背中の部分もクリアパーツというふうになっております。で、可動範囲なんですけど、まず頭部ですね。頭部に関しては左右が全然問題なく動かせます。で、上ですね。これ上限界かな。あんまり動かないね。で、下がこれぐらい動くんで、上だけかな。ちょっと残念なの。ちょっとマスク部分がちょっと外れそうな感じなんですね。で、わかりにくいんですけど、ここ実は口開閉できます。ここ。こうやって動くんで、一応ね、まあ、こうパクパクさせることができるという感じでしょうか。で、次に腕ですね。腕はぐるーり回すことができます。まあこれ見てわかると思うんですけど、肩アーマーですね、こいつ。これは腕側にくっついてきてるんで、もう肩はかなり自由ですね。水平もこういう風にできると。で、肩アーマーのこのクリアパーツは、こっち側ですね。下の二の腕のここら辺に挟まってるような二の腕っていうか、肩と二の腕のこの間のところに挟まってるんで、ここでガタガタ動かせますと。で、この動かしてる上のところと止まってるんで、こいつ自体も結構広く動かせますよと。なので、こういう風に水平もしっかりできるし、こうロールもできるよという感じですね。うん。可動に関してはかなり素晴らしいんじゃないでしょうか。ただ、劣化によってね、もしかしたら根元の部分がちょっと弱くなってる可能性があるんで、こうグッと上げた時にパタンとこう落ちる可能性があるんで、その時はちょっと対応をした方がいいかなという感じでしょうか。で、肘はここですね。こんな感じで、
二重関節なんでここも曲がるんですけど、先ほど言ったこいつですね、これが微妙に腕のこのねアーマーと当たっちゃう関係でちょっと狭いかな。ただここ根元でこうやってひねれるんで、こういう風にねこの形にしてあげると、はい、二重関節でさっきよりも曲がった感じになりますね。ただこれを横の方にこの状態にしてから曲げたいよってなると当たっちゃうんでね、ちょっとその辺だけ気になる点かな。でこのまんまいきますけど、手首が先ほどお見せした通り、軸タイプなんでね、ここでグリグリ動かせて、この状態だと奥と手前ですね、だから上下が動かないっていう感じですね。これはでこれ動かすときには肘で曲げるしかないんで、ちょっとで、ね、武器を構えたとか何かやった時のちょっと自由度はちょっと狭いっていう感じでしょうかね。はい、で一応両方一緒なんですけど、次にボディに行きたいんですけどね、なぜかこれ動かないんですよ。これ多分私のやつが多分中で固まっちゃってるんだと思うんですよね。要はこちらのボディのこの青いやつも成型色じゃなくて多分、ね、塗装だと思うんですよね。なのでこの塗料が流れ込んで、もうここの中に入ってるジョイントと固まっちゃってるんで、これ以上動かないという感じで、ちょっとひねれるんですけど、多分ここのところは 1,2 箇所で多分グリグリ動かせるっていうのはまあ問題ないと思うんですけど、今ちょっと硬くてね動かないんで、無理に動かしちゃうとこれジョイント壊しちゃうとね、もう復旧不可になっちゃうんで、そこだけちょっと注意かな。でベルトの部分というかこの腰の部分は独立してるんで自由に動かせますと。で脚部、ここですね、ここのところに股関節の部分がね、こういう風に前、同じく後ろ、後ろはやっぱり不得意ですね。でロールもできますよ。でこのねもものこのクリアパーツがこれ簡単に外れるんですよ。これがね非常にイライラしちゃうんで、これは特に差し替えギミックがあるようなものではないんですよね。要はウラタロスはウラタロスで完成してるんで、もし気になる人はこれもう接着してしまった方がいいんじゃないかなと思いますね。で足はここまでですね、はい、二重関節なんでここまでしっかり曲げれます。で足首もここで動かせますし、ひねりもできるし、ねじりもできると。でつま先も動きますと。ただ同じく結構硬いっていうかね、ガチガチになってきちゃってるんで、そこだけかな注意点は。無理に動かすと、こちらはね結構壊しやすいっていうかね、壊れやすいんでね、ちょっと注意が必要です。で一応こういう風に立たせて、まあなんとなくわかると思いますけど、劇中のウラタロスと比べてかなりがっしりしてると思います。特になんかね、なんだろうね、ボディがここ厚いのかな、あと肩幅があるような感じがするんで、もうちょっとね劇中もっとシュッと細かったような感じがするんで、やっぱり SIC 独自のアレンジが効いてるのかなという風に思いますけど、これのね、後々出てくるアックスフォームの元になるあいつですね、あいつはもっとでかいからね、半端でないです。はい、それはまあ後々出てくるんでね、まあそれもちょっとお楽しみにといったような感じでしょうかね。はい、一応こちらがウラタロス本体という風になっております。はい、ということでこれがね武器の方をちょっとね持たせていくとかその辺になっていくんですけど、一応手首の方はここからスポンと抜くと。でこれ抜くときに、今こうひねったときにあまりにも硬いなと思ったら、そのままグッとねひねってしまうと、この軸がねじ切れるか、根元の可動部分がぶっ壊れて、もうねどうにもならないかとになっちゃうんでね、そこだけちょっと注意かな。で外した時にこればらける可能性があるんで、その時はちょっと注意が必要だと思います。でこういう風に外れたところに、手首パーツですね、一応ちょっとこれを用意してこうつけたんですけど、今この手首っていうのは武器持ち用の手首ではなく、ちょっとこういう感じ、わかりやすくやると。でこの手首何かっていうと、指のところにカップですね、これをここのところにスコッとねこう引っ掛けてあげると、こういう風に一応マウントさせることができるってね、多分こういう使い方で合ってると思います。はい、実際ちょっと説明書の方がね別のやつにちょっと入っちゃってるんで、しっかりとちょっと確認できないんですけど、まあこういう風に持たせることができるっていうのと、あと反対の方に平手ですね、そちらを利用してあげると操作を持ったりとかね、そういう風にもできるんで、まあ劇中に近いようなまあ遊び方ができるのかなという感じですね。でこちらのコーヒーカップに関してですけど、他の手首じゃねちょっとね持てなさそうな感じだったんで、多分それがこれで合ってんじゃないかなと。まあそれ以外にちょっとねこういう形のちょっと特殊な形の手首になってるんで、他の用途でも多分使えると思います。で次に出すのがこちらですね、この手首をこう差し込んであげると、一応こちら武器持ち剣、まあ他のね釣り竿とか持たせれる手首パーツという風になっております。一応釣り竿の方をこうやって出しますけど、まあこれ釣り竿って言ってもこれ単体でこうやって持つもんじゃないんでね、これだとこうスッポスポなんで、これ確か記憶ではこいつと組み合わせるはずなんですよ。今取れましたけどね、これ外したここのところにこいつをつけてあげると、はい、これで釣り竿になるってやつですね。こういう形です。これだとこの部分を使ってまあね持たせるのはこっち側なんですよね。要は先ほど言ったこちら側の部分ではなく、この武器本体の方をこう持たせてあげて使うと。でそれをやる前にもう一個の釣り竿ですね、こちら、こちらを用意して
これはいつものパターンですね。グイグイっと、グイグイっていうよりも本当に強引に力技で持たせるとこういう感じですね。はい、これも本体の可動が結構広めなんで、まあこういう風に構えて、まあ釣りでこうやって遊んでるよみたいなね。でこちらの部分は一応まあ本物の釣り糸かどうかわかんないですけど、こういう風にワイヤーみたいになってるんで、こういう風に宙に浮いてもらいますね。これ本当に手にこう乗っけてもね、わかんないぐらいの本当の透明なやつ使ってるんで、わかりにくいんですけど、こういう風に釣り竿があって、こういうものをこう、まあ引っ掛けてね、まあ遊ぶみたいなもんかな、こういう風に。ただ、こちらに関しては、まあ引っ掛かると思うんでね、実際この釣り竿のやつを使って、まあ引っ掛けて遊ぶっていうよりも、まあこんな感じでね、ブラーンとこうぶら下げるみたいな、こういうような感じにすることができるというようなパーツとなっております。で、一応こちらの代わりに、今のね、これをつけてあげると、こういう感じで持たせることができて、まあさっきと同じような感じですね。先端部分に釣り針がついてるんで、ここに引っ掛けたりとか、それ以外にこの先端部分を元の状態ですね。こちらにすることで、フラタルスの武器にすることができると。で、丸いんですけど、ここのところにね、シルバーの部分でちょっと引っ掛かりみたくなってるんで、これ以上落ちないっていうね、いう形にはなってるんで、まあこれで保持も一応 OK かなと。で、若干ね、長さがあるんで、両手持ちとかもできると思います。で、その時に反対の手首ですね。そちらもちゃんと武器持ちのやつが1個ついてくるんで、それで持たせることができるという形です。で、それ以外に、こちらですね。センス。これは、多分この手首かな。こちらの手首だと、ちょっとね、指の形状とかも合ってると思うんで、これで持たせるようなことができるんじゃないかなと。なので、一応こう持った時に、こちらのセンスに関しては左手。武器は両手で持てますし、釣り竿もそうなんですけど、操作っていうかカップだね。こちらのカップは右という風になってるんで、まあちょっとね、取り付ける手首が決まっちゃってる部分がちょっとあるはあるんですけど、まあなかなかよろしいんじゃないでしょうか。まあ一応劇中に登場したね、小物が結構付属してる点はいいんじゃないかなと。ていうか一番思うのは、こういうようなね、イマジン、まあ劇中に登場したキャラクターですけど、大体一体出れば、おんの字なんじゃないかなって感じだと思うんですよね。まあ例えば、モモタロス、まあ3月に紹介しますけど、そちらは出るけど他のは出ないっていうパターンが結構あったりすると思うんですよ。それがこの電王シリーズはかなり優遇されてまして、ほとんどのイマジンは出たんじゃないかな。まあ味方サイドと言ってしまうと、まあ何とも言えないところだと思いますけど、一応モモタロス、ウラタロス、こちらですね。あとキンタロス、リュウタロス、確かジークも出てるはずだし、デヌブも出てるしってなってくると、やっぱり味方サイドって言いますか、まあ電王シリーズはかなり優遇されてるんじゃないかなと。で SH フィギュアーズの方も確か出てるはずなんで、かなり、優遇されたシリーズだったんじゃないかなというふうに思いますね。最近だったらまあ最初のやつが1個ポーンと出て、あと残りは魂ウェブ商店、または話だけ出て完全になくなっちゃうっていうパターンがねあったりするんですけど、この時はね結構ねバタバタっと出て非常によろしかった、いい時代だったんだなというふうに思いますね。はい、ということで一応今回はこちらの SIC のウラタロスですね、こちらの方を紹介していきました。一応こちらね、まあ最初の方にも言った通り単体では売ってませんので、こちらはねもし入手したい方はクライマックスフォームと、まあ一応セットという形になってるみたいなんでね、一応そういうふうに入手するような形になると思いますけど、なかなか悪くはなかったと言いますか、なんと言いますか、 SIC が好きな人にはねいいんじゃないかなと思われる、そんなものですね。はい、ということで次回ですね、次回は一応こちらの、ウラタロスが、まあ憑依と言いますかね、まあ変身したと言いますか、そちらのフォームですね、それをちょっと紹介していきたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。